衆議院選挙を自公政権と希望の党の対立を軸に政権選択選挙と呼んでいるのは沖縄から見ると全く意味をなさないのではないでしょうか。安倍政権を打倒することは重要ですが、自公と希望の党が束となって沖縄での新基地建設を推し進めてくることを私は恐れます。米軍基地の問題はローカルな問題ではありません。在日米軍基地の7割を沖縄に押し付け、基地被害も沖縄に集中しているため、米軍基地の問題が国政選挙の争点になっていません。核保有国のフランスが核実験をフランス本国ではやらず、アルジェリアや南太平洋でやったのと同じ構図です。辺野古新基地建設も選挙の争点にしましょう。そして裁判についても、尾長知事を支え不当な判決をさせないという世論を喚起するため、今日の集会でも成功させたいと思います。共に頑張りましょう。沖縄の県民に寄り添ってとか耳障りのいいことを安倍首相も小池首相も口にしますが、しかし沖縄県民の辺野古小池首相さんが教書のアジア辺境論の中で、民主制というのが独裁制の対立概念ではない、ドイツのヒトラー政権もムッソリーニのイタリアのファシスト党も、そして日本の軍部独裁東条内閣も民主主義の手続きを経て成立したこと、このことを忘れてはならないと警鐘を鳴らしています。この選挙、私たちはしっかりと政治家の言葉を聞き、嘘がないかを見極め、一票を投票しようではありませんか。小池百合子と安倍晋三、この2人が手を結べば大政翼賛会は現実のものとなります。憲法改正も現実のものとなります。そうはさせじと心ある政治家が立憲民主党を、新党を立ち上げました。共産党、そして社民党、ともども反安倍政権の大きな旗を国中に広がりそうではありませんか。皆さん、沖縄の皆さんとともに豊かな未来を構想し、そして大きな大きな声を上げ続けていこうではありませんか。今日はその出発としたいと思います。ありがとうございました。で、防衛力、沖縄防衛力は、今月に入って、今月からはその辺野古側の浅い部分、向こうにも2か所の工事があるわけですけども、その、県一といわれる護岸、それから辺野古といわれる護岸、これも200メートル、300メートルぐらいの工事ですけども、そこの方にも着手をするというふうに、報道がされています。実質的には、全体で考えますと、やはり、沖縄県民のゲート前の行動や、あるいは、県民世論、そして、全国の声が、簡単に、防衛局の工事を計画通り進めさせていないということは、明らかであります。もうすでに、3年、工事は、遅れています。一番気にしているのは米国ですね。米国は、司令官が、連邦議会でもすでに、昨年2年は遅れているという報告をしております。私たちのそういう、諦めない、行動で、今後も工事を遅らせて、最終的には、辺野古の基地建設を止める行動に、つなげていきたいというふうに思います。採石場に行って戻ってくる、その時間が大体2時間から3時間かかる、9時12時3時、そういう感じで、トータル160台あるいは最大200台を超える日もあります。毎日簡単に、3回、機動隊が出てきて解除されるということになっていますけど、ぜひ、東京の皆さん、関東の皆さん、全国の皆さん、起こっているのは、沖縄で起こってますけれども、ぜひこれは、この国の防衛の問題になります。必ず今の安倍政治の暴走を止めてですね、真の民主主義のために、多くの皆さんがまた沖
縄に、そして、東京で、各地で、沖縄の皆さんとともにですね、声を上げていただきたい。多くの大きな、世論が、必ず安倍の暴走を止めることができると思います。引き続き沖縄沖縄で頑張っていきます。どうぞお力を貸してください。共に頑張ってまいりましょう。少し言われていましたが、あの大浦の海域には、やはり、大きなくぼみがあるというのは前から言われていました。60メートル、70メートルぐらい、急激に、沈み込む断層が、見つかっています。防衛局は、そのことを、以前から把握をしていましたけれども、最近になって、これが、活断層ではないかという記事が、あります。留大の加藤名誉教授が、そういう指摘が今されている状況です。やっぱり実際現場の方でもですね、何度も大型のあの調査船を投入して、調査を繰り返しています。先ほどの研究護岸300メートルに近い100メートルしかできない。そこから先はやっぱり水深が深くなってくる、そういう断層の部分も含めてですね、工事を今後していかなくてはなりませんけれども、そこが今できない状態にあるんだというふうに思います。でそして、そういう、この海域の地質、海底の地質が、そう強固ではないというのは言われていましたし、大型のケーソンやあるいは大型のそういう構造物で水深の深いところの、護岸そして埋め立てをやるというふうになってますけれども、それが今、再検討をしているのではないかということも言われています。簡単ではない。本当に先ほど藤本さんもおっしゃってましたけれども、今一番焦っているのは、国の方であります。アメリカの顔だけ伺ってですね、なんとか基地を早めに作ろうとしてますけれども、そうにはなりません。この国の資本は今、公平でしょうか。特に沖縄におけるあの長期の不当の交流、検察のそういう請求を認めて今、山城議長をはじめ、3人の裁判が継続をされております。2015年10月に小長知事が中山前知事の埋め立て承認はおかしいということで取り消しをし、しかし、昨年、12月そのことについて、最高裁判所が、国の勝訴の判決を出しました。本当に、実質的な、審議することもせずにですね、政府側の言い分を、国の言い分をそのまま、判決の中に盛り込むような、司法が、そういう公平あるいは独立をするという、これまでのある意味では責任を放り投げた判決だと、言えるんだというふうに思いますが、改めて小長知事が、今度はあの岩礁浅い許可の手続きに関わる、工事差し止めを7月24日、国を提訴しております。国は本当に卑怯といいますか、姑息なことばっかりよく考える機関だなというふうに思います。あの岩礁浅い許可、もともとは、漁業法の22条の中に、知事の変更免許が必要だというふうに、この方は、出来上がっています。水産庁はそのことをずっと、国の立場として、各都道府県には、指導を、周知をしてきております。3月に、あの岩礁浅いの許可が切れて、名護漁協、あの海域の漁業権が、放棄をされたということで、沖縄防衛局は、勝手に解釈をしております。皆さんもご承知の通り、これは、そういう、法律に基づいていけば、漁業権は、漁協が放棄しただけでは、消滅はしない。これは、多くのそういう専門家や、識者が、この間、しっかりと、表明をしていることで、あります。当然、私たち、沖縄県民としてはそういう国のやり方は許してはならない。手続きも取らずに、勝手に、沖縄のあの宝、世界に誇るサンゴ、海域を破壊をしてですね、それに代わる人殺しの米軍基地など決して作らせてはならない、そういう思いの中で、今回の小長知事の、国の工事差し止めの裁判だというふうに、思います。先ほど申した通り、本来であれば、安倍総理があるいは菅官房長官が
この国は法治国家、それをいつも標榜しますけれども、沖縄ではそれを何一つ実行しません。本当に許しがたい。で、今回のことについても漁業権の放棄について水産庁が3月に都道府県に対してある通知の文書を出しています。それに基づいて国は漁業権が放棄をされたので今後手続きを取る必要がないというふうな、行動に、出ております。これまでもありました、国交省と国の機関だけでですね、お互いで身内で、いろんな、ことを回してですね、沖縄のそして小長知事の動きを止めるということがありましたけれども、ある意味では、今回もその水産庁が、漁業権の消滅は、これは、立証されたというところで、手続きが、いらないというふうな、状況であります。小長知事は、議会の中でもしっかり答弁をしております。今回の、裁判の中で沖縄県としての正当性をしっかり主張して国の蛮行を今回の裁判で示していく、そして必ずこのことを、辺野古の基地建設に、止めていくんだと、そういう決意を述べています。ありました、10月10日、総選挙の公示日でありますけれども、午後3時から、第1回の公判が、行われることに、なっております。当然、私たちも、沖縄県民も当然支援をして裁判を勝ち抜きたいというふうに、思います。初日、その日は小長知事が自ら、陳述をするということで、あります。どうぞいろんな情報も発信したいと思います。これからも小長知事を応援をしていただきたいというふうに思います。一つ、沖縄防衛局の許せないことは、米軍が昨年12月のオスプレイの墜落の事故調査報告を出したんです。で、沖縄県や宜野湾市に、しっかり職員が出向いて説明をした。ところが名護市の二見北にもちゃんと行ってます。ただ名護市だけには行ってないんです。メールだけ送って電話で届きましたが、それだけで終わらせた。許せないよ。明らかに、ね、名護市を差別している状況だというふうに思います。時間が来たようになります。最後に、NHK の報道があって沖縄に1300の核弾頭、核ミサイルが配備をする。やはり、今の政府もそうですが、この間の隠蔽体質がまだ、あります。私たちは、そのこともしっかり明らかにしながら、本当に、平和、そして民主主義、国民、県民の力を結集して、今回の選挙も含めてですね、共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。それぞれの港でいろんな職種の方が一緒に仕事をして一つの輸出と輸入という作業を完結する、そういった意味でいろんな職種の方が同じ職場で働くということで、そういったいろんな要求を一つにまとめて 業界団体あるいは戦車や荷主の皆さんに要求しようということで結成されたのが1972年にただいまご紹介いただきました協議会だったんですね。この基地建設埋め立てを実行するためには非常に大量の土砂がいる。この土砂は搬出は本土から、搬入は沖縄市で、港湾運送事業という事業法があるわけです。港湾運送事業法という、この法律に照らすと貨物の受け渡しに対しては港湾労働者が出さなければならない、もちろん港湾運送事業者がそれを受け負わなければいけないという法律上の制約があるわけです。搬出も搬入も私どもがやるなら法律に基づかない、もしも強行したら私どもは行動せざるを得ません。で、この
どうもありがとうございます。このことに対して、やはり労使間の中で関係のない話でやっては、私どもも法的責任を追及されると思います。したがってもうすでに7月段階で業界団体には私どもは違法な公安組織業務に反するような作業を国が強行した場合は実力で阻止するという決意を固めております。安倍首相が戦後レジュームからの脱却というならば、この基地、日米安保に基づく基地を廃止することが戦後レジュームからの脱却だと思います。全国の皆さん共に戦いましょう。9月27日、28日、沖縄から北上田剛さん、そして山城宏司さんを迎えまして、集会と防衛省交渉を行いました。辺野古新基地建設、なんか理不尽にも普天間基地返還とバーターだとかなんかそういうことだったくせに、那覇空港がどうやら長い滑走路らしいんですよ。だから それを使わせなければ普天間の返還もないかもしれないっていう、そういう意味なんですよ。どうでしょう。で、防衛省交渉、工事のありえないなんかいろいろなむちゃくちゃなその辺野古の埋め立て工事について北上田剛さんがもうすごい具体的に問い詰めて、それはそれですごく、あと1分です。でもう最後にその話が出たらもう山城宏さんがこれは我々を騙していたということですねっていうふうにおっしゃったんです。もう本当にその通りだと思います。私たちが大事にしてきた全ての価値観、辺野古もそうです、原発ゼロもそうです、私たちのふるさとを守りたいという全ての人たちの思いを乗せて、ぜひ皆さん地元の議員たちを応援していきましょう。そのためにつながっていきましょう。昨年7月、東京を含む6都府県から合計500名以上の警察機動隊員が沖縄に派遣されました。米軍のヘリパッド建設に対する抗議阻止のために東村高江では住民市民の方が10年近くにわたって徹底した非暴力の座り込みを続けてこられた、そのことは皆さんよくご存知だと思います。その現場で何が起こったか、数と力を持って機動隊員が市民を強制排除し、生活道路である県道を違法に封鎖し、そして暴言や暴力行為も相次ぎました。でも東京に暮らす私たちはそこで悔しいと思って涙を流してまたこちらの生活に戻ってこれます。でも高江の方たちはどうでしょうか。実際に機動隊員がいなければこの高江のヘリパッド基地建設、そのための土砂を運ぶダンプトラックを私たちは非暴力の形で送らせることができたし、実際に工事も送らせることができたはずです。情報開示を求めても、全部のり弁黒塗りで戻ってくるので実際の金額は分かりませんが、5ヶ月でおそらく2億8000万円程度の給料がその沖縄に送られた警察のために支払われています。そんなこと許していいでしょうか。私たちは絶対に許したくない。そして二度とこのように、東京だけではないですが全国の警察機動隊員が沖縄に送られることがないように二度と派遣させてはいけないということで、ここで原告184人それから多くのサポーターが、この訴訟を戦っています。次は11月22日に東京地裁で口頭弁論があります。私たちは見ているよ、注目しているということで東京地裁の古田裁判長に激励のハガキ、抗議ではなく激励のハガキをぜひたくさん送ってくださいということで、一人一人が東京にいるからこそできることたくさんあると思います。ぜひ私たちと一緒に行動を起こしてください。先ほど大城さんのお話にもあったと思いますけれども、普天間のオスプレイはこの1年間事故が絶えません。昨年の12月夜間の空中給油訓練の最中に沖縄県の名護市の海岸に墜落しました。そして今年の8月5日には同じ部隊がオーストラリアの海上で訓練中に佐世保の揚陸艦に着艦するのに失敗して海に落ち3名が亡くなっています。
そしてこの8月28日には大分空港、さらについ1週間前の9月29日には新石垣空港にエンジンの不調を訴えて緊急着陸が行われています。今年になってから政府が何を言い出したかというと、事故率という考え方は航空機の安全に関する絶対的な指標ではありません、一つの目安に過ぎませんと言い出しています。ふざけるなと言いたいですね。その答えは簡単なんです。オスプレイは構造的な欠陥を持っているんです。一つの航空機で水平飛行ができ、かつヘリコプターのように垂直着陸ができる、これは とてつもなく高い目標を設定して作られています。その結果、図体の割にプロペラは小さい、飛行機を上に持ち上げる力、揚力と言いますけど、揚力が慢性的に少なくなってしまう。その結果、気象条件、とりわけ風とか、あるいは空気の乱れに弱い、そういう欠陥を持っている飛行機だからこそ、時間がいくら飛行時間が伸びても事故率は下がらないのは当たり前なんです。そのような欠陥軍用機をいつまでも日本列島に配備させておくわけにはいきません。オスプレイの飛行を全てやめさせること、そして沖縄から撤去する、そしてオスプレイはどこにもいらないという声を広げていきましょう。前水道本部で職事長してます徳谷です、本部の職事長といってもですね、まだ東京に出てきて4日しか経ちません、鹿児島からですね、来まして、まだ鉛が抜けませんけれども、非常にお聞き苦しい点があるかもしれませんが、お許しをいただきたいというふうに思います。実は互いのヘリパッドの建設地というのは、地域住民の水源の森林です。ここがですね、切り崩されると水が出る、水源が伸ばされる可能性がある地域です。それでもやはりですね、強行に森林を大規模に伐採して、地域建設を強行するということはですね、全水道としてこれは基本的人権を侵害しているとして言わざるを得ないというふうに思います。水はですね、命の水ですから、水が出る地域でしか住むことはできません。そういう意味で基本的人権を犯しているということはですね、確実だというふうに思っています。彼ら基地の中にですね、通る川が飛車川というのがあります。この川にはですね、実は雨が降るたびに有害物質が流れ込みます。これを沖縄県は水源として使っているわけですが、雨が降るたびに取水停止をします。これは命を守らないといけないので、水道事業体としては当然のことなんですが、これってやはり水上にですね、バランスが崩れるということも含めて、このことも含めて地方自治を犯しています。地域住民はですね、この水がなければ安全に健康に過ごすこともできないということは、やはり地方自治も犯しているというふうに思います。そういう意味でですね、この問題を解決するのは一点しかありません。基地撤去しかないというふうに思っていますので、そういう意味では皆さん、労働者の皆さんもですね、いろんなところで問題になるというふうに思いますので、そういうところを認識をしていただいて、沖縄の海と山と空をですね、沖縄県民の手に戻してやりましょう。そして、そのことを達成することで全国の基地を撤去していこうということで、共に頑張っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。で、東京、愛知、大阪で知事が揃って地方分権を選挙目当てにアピールしました。しかし彼らは戦う人々を弾圧する機動隊を派遣しています。土人という言葉を浴びせた機動隊にご苦労様とねぎらった松井大阪府知事、そして小池知事たちは安倍政権の手先でしかないことは明らかです。小長の知事と、そして沖縄の人々と共に一緒にこの構造をひっくり返っていきましょう。Yeah!
埼玉です。あ、そうですか、すごい田舎の方です。すごいね、人が集まったんですけれども、今日いかがでしたかね。もう選挙もね、すごい差し迫ってますけれども、頑張って日本をいい国にしなくちゃならないんで、できることやりたいと思います。ね、小池さんの方に翻って行ってしまった民進党の方もいらっしゃいますけど ね、そこはちょっと見極めていきたいもんですね。私たちが頑張って。みんななんか後ろから引いてる。すごい労働者で溢れて。重いよ。恐れ入ります。今日ね、2000人もね、こんなに集まって選挙をまた間近なんですけれども、ね、すごいですよね。労働組合の方もだいぶ探されるようになりましたよね。そうですね、毎回参加してます。毎回参加してます、はい、選挙頑張ります。沖縄のために沖縄に行ったんですよ。沖縄に行ってます。本当ですか、はい。私たちの展望を開くものがやっぱオール沖縄ですよね。ありがとうございます、はい。